こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。今日は包丁とか刃物の研ぎ方ですね、そちらの方を実践していきたいと思います。で、先週やったのは砥石をまず、ちゃんときれいにしましょうということだったんですけど、今回、まずやる前にちゃんと水につけといてください。砥石はこれしとかないとダメで、ただシャプトンの刃の黒幕はつけなくても大丈夫。でまずこれ旋盤ですね、旋盤の方でやっていきます。研ぐの包丁がだいたい15度、ナタ刀のが20度でって言われてるんで、これを目安にやってください。ただこれきっちりこれ守んなくても大丈夫なんで、一番いいのは角度を一定にするっていうのが一番大事です。まあこの辺が15度でここら辺が20度でってなってるとあんまりよろしくないんで、それを守ってください。で一応研ぐのは、45度ですね。45度に対して研いでください。まずこっち押すときには力を入れる、で引くときは力を入れないっていうやつです。じゃあちょっとやってみるんで見ててください。まずこうですね、押すとき力を入れる。それこそ初心者の人は押すときだけでいいです。あと浮かしてこんな感じでもいいです。これは慣れが必要なんで、とりあえずやってください。でまあこれ全体にやってってください。でそうするとここに引っかかりができてきます。ここです、こうやった時に引っかかり、これが返りと呼ぶものです。ここにこんな感じで出てきます。こっちの方に研いでいくんですけど、そうするとここにペロンっていうのがちょっと指に引っかかりが出てくるんで、そしたら違う場所に移るっていうような感じですね。ここを研ぐ、ここに返りが出てくる、そしたら隣の方に行くで出てくる、そしたらまたっていうような感じで研いでください。でこの15度に自信がない人はこのトゲール君っていうのがあります。トゲール、どの包丁でも角度を一定に研げるんで、すごい重宝します。これを動かしてまたトンっていう感じですね。でまあ水は適宜つけながらです、つけながらやってください。でここのやつを流さないように、水でこれが非常に重要です。この研ぎ汁があることによってよく鋼が研げるようになってくるので、流さないようにしてください。以上、これを両方やる、両刃は両方です。片刃って呼んでるやつは片方だけで、返りが出てきたらこれをやることによって、その返りの部分がなくなるので、これで大丈夫です。今度はこっちですね、仕上げの方、仕上げ砥石の方で今と同じようにやります。で本当に押すだけで、引くときは本当に力いらないです。できるだけいらないっていう感じで大丈夫です。で返りが出てきたらまた同じようにこれで終わりになります。包丁を研ぐの本当簡単なんで、こんな感じでやってもらえればいいと思います。で斧とかナタとか同じように旋盤の砥石を使います。で今度は20度ですね、20度に合わせてでこう研いでいくような感じです。でこれも同じようにここに返りが出てきたら次のところっていうような感じですね。返りが出てきたらまた次のところに行く、でそしたらこの逆ですね。で帰りが出てきた、また違うとこで全部帰りが出てきたら最後にこれです。OK です。これはナタも斧も一緒に同じようにやってください。で基本的にここ押す時の角度を意識しながらやってもらえると全然いいと思います。はい、今日は言い方でした。じゃあまた来週。じゃあねー。